こんにちは、アニマルタイガーです。今回はですね、ナギちゃんのペットの水音だけのアラレちゃんを、ハンドリングと餌あげをね、やっていきたいと思います。最初にハンドリングをして、その後に餌あげやっていくんですけど、餌あげなんですけど、僕ら、まあ2人ね、ナギちゃんと僕もアラレちゃんが食べる姿ってのを見たことないんですよ。なので今回やっていく方法は、カメラをね、ここに定点で置いといて、僕ら退出して食べる姿をね、撮影できたらなということでやっていきたいと思います。まず最初にじゃあハンドリングやってみますか。どれぐらいね、慣れてきたのか、あんま変わんないと思うんですけどね。はい、こちらがアラレちゃんですね。水音トカゲのアラレちゃん、インドネシア産と言われてましたね。インドネシアの子ですね。こんな感じで手近づいてって、まあ、ゆっくりと触っていく感じです。本当大きくなったね、アラちゃん。ほら、ビクビクビクもうね、顔見ればね、一目瞭然ですよね。こちらのことをすごく警戒してるっていうのはもう瞳孔開ききっちゃってるし、これギョロって。ちょっと出てきてもらおうか。オスメスどっちだろうね。この肛門のところを見たら判断しやすいけど、どうだろう、ちょっとポコッとしてる感もあるかな。まあ、まだわかんないですね、オスメスは。はい、おいで、アラレちゃん。本当にね、慣れてない子っていうのはいかに驚かせないか、落ち着いてハンドリングするかが大事で、お、割と持たせてくれるね。あとね、僕こう、あの、素手で噛んでくる危険があるなら素手でハンドリングしなきゃいいんじゃないですかってよく言われるんですけど、僕ね、体温、まあ、この子の体温も知りたいので、あの、川手とかしちゃうと体温が分かんないじゃないですか。なので嫌なんですよね。極力したくはないっていうね、ところであんま川手はしないんですけど、今ね、このアラレちゃんの体温が結構ね、低いです。まあ、水の中にいたので低いのは当然なんですけど、ちょっと低いので、活性がね、まあ、一番上がっている状態ではないので、これでホットスポットにいた子 いる状態だったら相当ね、活性上がっているので、もっともっとバタバタするかもしれないんですけど、今のところね、こう体温が低かったので、割とね、低かったので、落ち着いてくれてますね。結構慣れてるってもう勘違いしがちになっちゃうねまあまあ、状態、その時のね、状態によって変わりますよ。あ、ハンドリングはいい感じですね。これランちゃんだよ。あー、すごいすごいやばい、怒る。あー、怒ってる。噛もうとはしないのか。あ、ランちゃんハラレちゃんだよ。かわいいですね。まあ、て感じでハンドリングをしてみました。餌あげやってみますか。それではね、早速。あ、かわいいね。本当にかわいい顔してる。あ噛まないでよ。かわいい顔してるね。はい、じゃあお部屋の方戻ってもらって、はい、今回ね、アラレちゃんのために用意した餌がこちらの、鶏胸肉と、あとはマウスですね。こっちは僕のお家で餌用で繁殖しているマウスなんですけど、この鶏肉とマウス2個ね、置いて定点でね、観察していきたいと思うんですけど、あの、アラレちゃんね、なんだろう、死んだものっていうのか、動かないものを食べないんですよ。今までね、こう食べるのを確認できているものが、デュビア、コオロギ、レッドローチ、あとマウス、カツマウスですね、は食べるんですけど、他の、冷凍ヒナウズラだったり、このね、鶏肉も食べないんですよ、実は。なので、まあ、2つ対象でね、置いてどっち食べるのかなって、まあ、そういった観察もしたいなと思って2個用意したんですけど、本当にね、カツしか食べなくて、ね、でも1回だけカツ以外のものを食べたのが、それがあの、ニワトリのトサカだったんですけど、それ1回食べたっきり、まあ、次からは食べなかったんで、なんでこう、カツしか食べないっていうことでね、今回も、まあ、
カツマウスを与えていくんですけど、まあ、もしねあのカツマウスの方食いついちゃったらちょっとねかわいそうな映像にもなってしまうので、その辺はちょっと、ご了承の上でね、これからの映像もねご覧ください。で僕のうちに、今いるマウスなんですけど、これ4個にねダンダンダンとこう分かれてまして、1個ずつ上から説明していくと、こっちがまあオス2メス1になっちゃったんだけど、今もね繁殖してもらってて、このケースとあと下2個ですねは、繁殖用で、今用意してて、ちょっとここ曇っちゃってるんですけど、すごいいっぱい生まれてるの見えるかな、あの中心の方にねめちゃめちゃ今生まれてて、2匹かな、2匹のお母さんが産んで約20匹近くね今ピンクマウスいて、で今回与えていく餌はここですね。この一ケースは今もう、親離れした子たちを入れてあって、この子たちはもう餌用でね今ストックという形で飼育している形になります。ということで今からですねマウスと鶏肉をあられちゃんのケージに置いて定点観察やっていきたいと思います。はい、じゃあね定点観察しやすいように物はどかしちゃいたいと思います。ちょっといつもと違う環境になっちゃうんですけど、まあ、観察第一でね、ちょっとあられちゃんもあ、これ、くっちゃけないよ出てもらって、よいしょ、水桶も一回どかしちゃいますね。もう本当に食べるだけの環境にしちゃいます。それではこちら置いて定点観察。はい、ということでここに置いてね、こっちに鶏肉入ってマウスさんいて定点観察スタートしたいと思います。はい、僕はちょっとねあのモニターの方でこっちの方でモニターでちょっと観察しながら、なんて言ってますけどね、あの隣の部屋で今カメラ置いてありますので、こっちの方でねチェックしながら見ていきたいと思います。まあカメラの方のね充電もありますので、どうだろう、まあ、カメラが持つ限りはね定点観察やっていきたいと思います。いや食べてくれるかな、かわいいね、このモニターで見てるさかわいいね人がいない時の動きみたいな、めっちゃかわいい。さあちょっとね部屋の方も暗くしてきましたので、まあ落ち着いた状態になるまで時間かかるかもしれないですけどね。
い、ということでですね、定点観察やってみましたけど、いや、びっくりしましたね。鶏肉をまさか初めてなんですよ、本当に初めて食べるということで、マウスの方にはいかなかったですね。まあ、食べてからもちょっと観察してたんですけど、まあ、他のものを食べる素振りがなかったので、もう満足しちゃったのかなという感じがしますね。はい、初めての定点観察をやってみました。まあ、僕らとしてもね、初めてこう食べるところが、まあ、映像越し、モニター越しだったんですけどね、見れてよかったかなと思います。ということで、今回の動画こんな感じで終わっていきたいと思います。あられちゃん可愛いよと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイあられちゃん、また見てねー。バイバーイと、こう開き話。